Windows 10の新ビルド、ビルド9926のダウンロードの仕方を解説します。ISO ファイルのダウンロードの仕方です。まずこの、Windows Insider プログラムのページ、ここで Get Started を押します。ここで Microsoft アカウントを入れなきゃいけないです。もし持っていない人は、うちのね、サインアップナウ。ここを押して ID を作ってまたここに戻ってきてください。で、私 ID 持ってるので ID 入れますね。ID を入れてサインインと。そうするとこういう画面になるので、コンティニューを押してください。そうすると Before You Install という画面が出てきます。A Preview for PC Experts。あくまでこれは、PC に詳しい人のためのプレビュー版ですよと。いうことです。で、良ければここの Get the Preview を押します。こういう画面になります。ここでですね、今回ダウンロードしたいのは ISO ファイルなので、ここを押します。Start Upgrade Now を押してしまうと、今実行している Windows のアップデートモジュールをダウンロードしちゃうので、こっちは押さないでくださいね。こっちを押すと、おりゃ。こういう画面になりますので、ここに手順書いてあります。ダウンロードしたら、ISO ファイルを USB フラッシュドライブとか DVD に焼いてくださいよという話ですね。まあ当然です。それでだ。これインストールする際に必要になるプロダクトキーなので、これはどっかに記憶しといてください。今回欲しいのはジャパニーズなんで、これね、これを押して、こうすると、今ダウンロードできるのは、64bit バージョンと 32bit バージョン。この2つありますよと。とりあえず 64bit 版ダウンロードしてみましょう。このダウンロードという文字を押します。はい、ダウンロード始まりましたね。4GB あるよと。はい、これがダウンロードしたものなんですけれども、サイズは 3.97GB ですね。で、これを DVD に焼くんですけれども、まずこいつを右クリックして、ディスクイメージの書き込みですね。と、こういう風な画面出てくるので、あとは書き込みってやるだけですね。はい、じゃあ書き込みと。さあ、もうそろそろ終わります。はい、終わりました。じゃあ早速これでブートしてみますか。はい、これが焼いた DVD です。こいつでじゃあブートしてみますね。ここに入れて。なんか立ち上がってきてます。お、来たかな。まだか。ここに評価コピービルド9926って出てますね。お、来たぞ。で、これで普通にインストールすればいいんですね。